うわ、出た。おはようございます、釣り子 TV です。バラム245ということで、こんな感じのねタックルで組んで、早速投げてきてみたらですね、いい魚を釣ることができましたので、まずは動画をご覧ください。うわ、出た、出たぞ、出た。おお、すげえ。うわ、おっしゃ、バラム釣れた。すげえ。来たぞ。お、しかも今日一。投げ。これは嬉しい。はい、バラムフィッシュ来ましたよ。鈴木、イエーイ。いやー、びっくりした。ね、岸際のいいとこ入ったから、池原じゃないけど、岸際をね、バババババって早巻きしたらね、たまらずバイト。俺がびっくりしちゃってね。いやー、嬉しい、イエーイ。いくつか釣ってたんですけどね、一番でかい。あー、嬉しいねー。ガバーって出たよ。あーね、ランカーとはいかないけど、これを食ってくれたってだけで嬉しいじゃないですか。はい、バラム245フィッシュはでででで60センチ、ね、およそ60センチということで、いやー、ありがとう。東京タワーとバラムに来た鈴木くん、ありがとう。じゃあ逃がしてあげます。釣れたね、バラム。秋までお預けかなと思ったけど、投げてみるもんだな。しかも今日狙っていたね、50センチ出ればありがてえなんて思ってやってたらね、やっぱり大きなルアーだからちょっとね、でかいサイズ連れてきてくれましたね。これはまあ今日はね、無理くり無理くり食わしたって感じだけど、秋楽しみなんじゃないですか、これね。ウェイト半内でもね、程よく入って切りもみしてくれるんだよ、これ。これいいんじゃないかな。あ、でタックルですけど、ファンタジスタのアウトサイダー、青木大輔プロが作ったビッグベイトロッドの旧型ね、昔の方に、これまた古いね、シマノのエクスセンス DC に、PE の6号ラインね、でバラムね、こんな感じの組み合わせで、食い上がってきました。今日そこのね、壁でね、ガバーって追い詰めるように食ってきたね。よくね、バレないで。結構びっくり合わせ、びっくりファイト、全部びっくりだったから、大概ああいう時ってバレるんだけど、まあ針がね、フッ素加工のイカチーノが最初からついてくれてるからね、うまいこといいとこにかかってくれたんですね。すげえな。な、投げといていうのもなんだけど、このルアーすげえ面白いね。さすがにね、さ
300だとね、なんかね難しかったんだけど、ほんとちょっとの差なんだけど、245になっただけでもほんとなんか程よい、使いやすいなっていう、そんな感触がございます。はあ、帰るか。はい、というわけでね、釣れちゃったっていう感じでね、正直ね、これもう少し秋口のですね、この白パターンね、ビッグベイトとかでやったら釣れるね、あの時期にシーバスで投入しようと思って買ってみたんですけども、まあ動きはちょっと見てみたいよなっていうことで、使ってみたらね、最大魚だったかな。結構ね、その前に、サニーブロスのね D4 ってルアーで入れ食いモードになって、あ、これは楽しいなーなんて思って、でちょいちょいねルアーチェンジしてこれも入れてみていたんですけども、あー、なんだろう、小さめの箔みたいなのと、あとはねくるくるバチとか変色しているから、さすがにちょっとこういうビッグベイトとか厳しいかなーなんて思ったんですよね。まあまあまあ、でもね、ちょっと壁際とかね、ズリズリって巻いてきたらドバーンとね、食い上げてくれてね、釣ることができました。でタックルなんですけども、まあルアーはこんな感じでバラム245ね、これを使って、で使っていたタックルなんですけども、こんな感じで旧型のシマノのエクスセンス DC ですね、これに P ラインをがっつり巻いて投げてみているっていう感じなんですけども、このラインはですね、バリバスの8本寄りの6号っていうね、結構太めのね、PE ラインで、このねビッグベイトモードっていうところで使っていて、で竿はですね、これね、ファンタジスタのアウトサイダーってね、青木大輔プロが監修しているですねビッグベイトロッドなんですけども、結構ねごつくて長いロッドなんですが、非常にね軽いんで、投げ続けられるっていうことでね、通常だと例えばジョインテッドクローマグナムとか、あとはそうですねブルーシューターとか、ダウズスイマーとかね、そこら辺の178クラスだとちょっとハイパワーすぎるかなって感じなんですけども、あ、まあなんだろう、こういう20センチを超えたねサイズのルアーとかだと適度にね投げやすくて、そんでアクションもね入れやすいっていうことでお気に入りで使っております。でバラムに関しては、ね300って俺いくつか持っていて、で去年のね秋なんかも結構投げたんですけども、それよりねこの245っていうサイズになっただけでね、非常になんか使いやすくなっているなという印象があります。バラム300はね、大きさでグイグイに魚引っ張ってっていう感じだと思うんですけども、それよりねまあこんな感じで針の数もちょっと少なくなったりしてなんですが、適度に魚も引き寄せつつ投げやすく、でもバラムアクションだしっていうことで、なんか程よい感じねって言ってもね、245っていうサイズなんで決して小さくはないんですけども、なんかね、300もいいけど245は245でいるなっていうね、そういうのを感じました。実際に結構もう30センチぐらいのルアーっていうのは出しどころがだいぶ自分の中では限られてきちゃうので、どちらかっていうとこのぐらいのサイズ感の方が使いやすいから結構投げることが多くなるのかなっていう。でアクションはもうこの後ろをね早く巻くとビューって動いて、でもね遅く巻いてグリュッグリュッってトゥイッチングを入れた時の昼返りアクションと、それに追従してのこの後ろのテールまでのグリュングリュンっていう動きが非常に魅力的だなっていうねところで、まあ 100g 前後なので、
較的タックルは、まあ、ビッグベイトロッドは必要だと思うんですけども、まあ、大体本当5オンスぐらいまでしょえるよっていう竿であればまず投げやすいのかな。それよりハイパワーな竿で取り扱えばそのアクションが入れやすいのかな。何分ちょっとね大きめ重めのルアーなんでギリギリ投げれるっていうタックルで組んでしまうとそのアクションしてもこうでっでってまっすぐ動くだけになっちゃうと思うんですけども、ちょっとハイパワーな固めのね番手の竿で使うことによってそれでツイッチを入れるとこう水中に入り込みながらくるくるくるビラビラっていう感じの独特のうねうねアクションが出せるようになるので、まあそこら辺はねまだ自分もそう一匹しか釣っていないので手持ちのいろいろな番手の竿とかを使ってね試していこうかなって思うんですけどもね。で海で使ったんですけども、このフッ素加工の針っていうのがねそんなに海水には強くないのでちょっとねサビが浮いてきちゃったんですが、あまあでもまだまだ大丈夫そうですね。この強力な刺さりのいい針をぶら下げとくってのもあと数少ないバイトをね確実に上げる手助けになるのかなと思うんで、まあここら辺は錆びたらどんどん交換してね息のいい針に変えて使っていこうかななんていうふうに思っております。で、あ、タックルのところで自分のやり方なんですけども、これ6号の P ラインで直結にしてるんですよね。でこうシーバスとかで、まあ、バス釣りでもそうかもしれないんですけど、なんだろう、こう絡んだりねしちゃうかもしれないから、そのリーダー張りのあるフロロカーボンとかを使って、その絡まり防止とかも含めてっていう感じで組むよっていうところがあると思うんですけども、自分の場合はですね、あ、まあこのバラムに関してはトゥイッチしてもそんなにS 字形とかのようにすごい切りもみってほどいかないんですね。だからそんなに絡まない。今回も投げてる範囲ではこのフック絡みによってワンキャスト逃したとかそういうのはなかったので、それであればねこういう感じで、で太めっていうのがまあ重要ですけども、6号とか8号とか太めの P ラインであればそれなりにね太さからくるこういう針みたいなのも若干出てくるので、そんなに絡まないかなっていうね、印象があって直結で使っております。まあ6号なんでこれ相当太いんでね、シーバス、まあこれ丸飲みにしたらもうそれは記録級サイズだとは思うんですけど、丸飲みにされてもね歯でここがやられるってことも6号ぐらいにしてくるあたりから、まあ、3号とかだとねちょっと不安ですけどもね、そういう不安もなくなってくるんで、でスナップはねこのエッグスナップみたいな感じのこういうの使ってますけども、できればここはちょっと強力なスプリットリングみたいなのでやった方がいいなって、まあ、今回はねそんな超大型は出ないであろうと思ってねこのまま使っちゃったんですけども、こんなに丈夫そうなんですけど外れる時ね結構外れちゃいますんでね、でこの1万円近いルアーがぶっ飛んでいったらちょっと悲しすぎるので、まあ、ここら辺はどうしようかなって今ね使いながら検討中です。まあねちょっとそんなにこの手のルアーって自分投げる時間短めなんですけど、数投して出なかったらやめたってこの時期になっちゃうんですけども、結構その短い時間の中で大きな魚を引っ張ってきてくれたっていうことでね、すごいちょっとお気に入りになってしまいました。まあね、いっぱい魚が釣れるって、ね、数釣りモード突入だなんていう時に、その
ね、あの50センチとかがいっぱい釣れていたら60センチが釣れて、60センチぐらいがいっぱい釣れていたらその頂点の70、70がいっぱい釣れていたら頂点で80が釣れるっていうね、そんなゲームなんじゃないかななんて感じてやってますので、入れ食いモードに入った時とか、ここちょっと一番大きな魚引っ張れないかななんていう時にこういう大きなサイズのね、ルアー入れてみると楽しい釣りができるんじゃないかななんていう風に感じております。というわけで、本日の釣り講 TV はこちらね、新しく出たですね、バラムの245、これでね、いい魚が釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。